はい、えー、お疲れ様です。なんか、ついさっきですけども、生活保護を減額するんだってことで賛否両論が巻き起こっているという風なニュースが入ってまいりました。おそらく、岸田総理は生活保護を長年の夢、さらに減額へ進むんだろうなと、断行するんだろうなと予測されます。まあ、今まででも生活保護費ってのは、どん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 ね、下げられてきたという経緯もありますし、それから生活保護を下げなくても、 昨今の物価高で相対的に生活保護費はもっともっと足りなくなってきてると思うんですね。で、こういうことを言うとね、年金をしっかり払ってきた人は、年金満額で5万か6万だぞと、生活保護費がまだ恵まれてるんだとかね、生活保護を10万受け取ってるってことは、その他の免除の関係もあって、大体35万円の支給と同じぐらいなんだぞみたいな、ね、ことがありますけども、 どう言っても生活保護を切り詰めるべきではないですし逆に生活保護費はもっともっと上げていった方が私はいいと思うんですよねちょっとね記事の方を読んでみますので引用はちょっとね画像の方でしませんけども聞いていただければと思います食費切り詰め焼き魚から缶詰にねご覧になった方もいると思いますヤフーニュースです物価高と生活保護で減額に苦しむ受給者 物価高だが進む中、生活保護受給者が切り詰めた生活を強いられている。生活保護費の切り下げをめぐり、国を相手取った訴訟に関わる二人の受給者に話を聞いたと。生存権とかね、そういったところに、まあ、関係してくるかなっていう、私も思いますね。えー、国が2013年から15年に生活保護費を切り下げたのは、憲法が保障する生存権に違反するとして、国、つまり岸田総理や自治体に 減額決定の取り消しを求めた大阪訴訟で大阪市の小野愛子さん79歳は原告団長を務めると勝、ね、ってほしいですね同志、えー、旭区の千林商店街近くで1人暮らしの小寺さんは、えー、手押し車をゆっくりとした足取りで買い物に出かける月額11万円の生活保護が頼りで4万5000円の家賃や別に光熱費がかかる 最近はスーパーの焼き魚が400円近くに値上がりしたため108円の缶詰を選ぶようになった物価高の影響でしょう夜は惣菜が割引販売されますが店に並ぶのが体力的に難しくなったということでねお金があれば値下げの時間帯に殺到しなくてもいいんですけどもお金がないためにこういったことになっているとスーパーの方もねもう時間が近くなると 値下げを期待するお客さんが買い控えをまさに起こすんでね消費税減額の買い控えじゃないですよ消費税が10%だから買い控えが起きてるんですよで値引きシールが貼られたのをやっと買うみたいなねどうですかね人生を60年70年80年生きてきて値引きシールが貼ったつまり誰もが選ばなかった商品を買うしかないというこのね寂しさ悲しさ片方では岸田総理は世界中ブンブン飛び回って 金ばらまき、ね、被災地切り捨て自分は北北なんかお金持ちになった気持ちがしますよとか言って政治資金パーティーで2億円以上集めて脱税非課税闇から闇ねとんでもない人間ですねもう本当腹立たしいことこの上ないです記者お前だぞそしてそしてですよこれに公明党もにんまりとうなずくわけでしょね公明党も残念ながら創価学会の 顔を見てないですね「創価学会の指示で動くとはありません」とかねきっぱりと山口会長はあと山口代表は答えられていましたけども逆で公明党は創価学会のそして国民の窮状つまりやばい状態など無視なんですよどんな要求も聞きません小さな声も聞きません大きな声はまあ聞いてもいいかな大企業の大きな声ね金持ち資本家そういった人にこびる政党それが公明党 最も汚い小汚い政党公明党ねずるい政党公明党消費税は悪だと言いながら人を玉くらかして今消費税を19%に上げることにこれも応援しようとしている公明党もうどっからどこまで公明党ね公明党を応援する創価学会の皆さん本当にこれでいいんでしょうか皆さんが喜ぶような世の中がこれで来たんでしょうか困ったもんですどうしましょうね 先ほどの記事に戻りますけども、今の生活保護受給者は、単に生かされているだけと悔しくやらせなさを感じることもある。人が生きていくためには栄養のある食事、友人や家族と交流することが大切だと思う。その通りですよ。ねえ。余裕は一切ない。なのに。神戸市の北風正治さん86歳は、同種の兵庫訴訟で原告団長を務める。86歳でね。 原告団長、しかも生活保護のことでもう許してやってくださいよ。お金払ってやってくださいよ。岸田さんがウクライナかどっかにばらまくお金をちょっとこっちにね、持ってくればいい話でしょ。なんでそんな遥か彼方の国に何百億も何千億も払うのに足元の同胞にケチるんですか。ね、記事に戻ります。月約11万円の生活保護が唯一の収入で、家賃を引いて残るのは約7万円。 昨年夏に20年ほど前のエアコンの故障に気づいたが買い替える余裕はないと。岸田お前、この野郎、どういうことだ老人を大切にしろ戦争を終わらせてくださり、そして戦後復興を成し遂げ、高度経済成長を作ってくださったご老人、80代、90代の方に敬意を込めて、せめてラストシーンは豊かに送ってもらおうぜ。 ね岸田総理まあ貧乏人をいじめるのが楽しいんだろうけどさね楽しいのか岸田なんでお前が総理なんだよそれがこの国の不幸だよということで公明党にも恨み節以上ですお疲れ様です